こんにちは。じゃあね、今日は移動するだけでポイントが貯まって、そのポイントがお金に変わる、なんともね、なんかふざけたアプリ。でも、すごくお得なアプリの紹介です。まあ、これはですね、移動するだけなんで移動はみんなするでしょ。出勤する方、自転車の方、歩きの方、バスとか車に乗る方、新幹線乗る方もいるかもしれません。移動すればするほど、その移動距離に応じてお金が入るわけですから、これはね、お得だと言わざるを得ません。もう私はこうやってね、ずっと家の中に引きこもっているわけなんで、あまりポイントの希望がないかなと思ったんですけども、そうは言っても毎日ドライブしますからね、結構な距離ですよ。で、そのアプリがこちらの方にあるね、プラリーってやつです。まあ、プラッと歩くだけでポイントが貯まるよみたいな感じなんで、これをアップストアとか Google Play ストアからまずダウンロードしていただければと思います。プラリーですよ。いいですか？はい。で、その次なんですけども、こちらを見てください。で、そのアプリを取得すると、最初にこのようにね、やっぱりこう、プロフィールを作ることになるんですけども、まずは招待コードを入れてくださいって出ます。招待コードどうしてもない方はスキップしていただいてもいいんですけども、招待コードはね、これを入れていただくととってもいいかと思います。こちらね。X81ZAS ですね。動画概要欄にも同じようなことが書いてますので、そちらの方を参考にしてください。そうするとね、やっぱりね、お互い得なことがあるんですよ。はい。で、紹介コードを入れて、プロフィールを進めていきますと、プラリにようこそという形でね、こういうふうに特徴が書いてます。まずはね、移動や歩行でポイントが貯まると。いつもの場所でポイントを、これはね、動かなくてもポイントが貯まる方法があるよってことです。そして、リアルなガチャがポイントで引けるというね、あ、なんかあるかもしれないですね。なんか商品もらえるのかも。そして、お好きなポイント、商品券に交換できるよってことで、私たちはシンプルに移動してもらいましょうみたいな感じなんですよね。その他にこういうのもあるよってことですね。それはおいおい見ていきましょう。で、次です。さあ、どんなのがあるかな、次は。はい。実際にアカウント作ってログインするとこのようになりますね。あと3キロでポイントが入るよって出てますよね。今私がここにいて何にもしてませんからスコアが0なんですよ。ね、歩数も0。あと1000歩ですよってことなんで、1000歩歩くと何かがあるかもしれないですね。多分ね、普通に出勤通勤されてる方は1000歩ぐらい、なんか午前中に行っちゃうんじゃないかなと思いますし、よく歩く方ってのはね、それこそ1日に1万歩っていうでしょ。そのぐらいすぐ行くと思います。で、このアプリの下の方には、Google の広告が出てるなっていうところですね。まあこれも、なんか広告っぽいものが出てますね。はい、それもおいおい見ていきましょう。ね、移動するだけですから、散歩してもね、ポイントになるしね、ジョギングしてもポイントになりますし、ドライブしてもポイントになるわけですよ。いいですね。はい、そしてこんな形になってます。現在はゲスト会員ですっていうふうに出てますね。ちょっとでかいですね。はい。一応写真だけ入れ替えておきました。ゲストになってますね。では本格的にプロフィールを作っていかないといけないんで、こちらの方から登録で本格的なプロフィール作成に入っていくことになります。で、プロフィールができたら見えたし見えたしでスタートできるんですけども、本登録ができるとね、こういうふうに自分自身の招待コードができますので、まあ、ここはね、次回からあなたの紹介コードで紹介活動を続けていけばいいんじゃないかなってことです。で、友達を誘ってなんと5000スコアゲットですからね。まあでもね、でもですよ、紹介なんてしなくても、たった一人でポイント貯まりますから。だからそっちの方やっていけばいいと思いますし、わざわざポイントを貯めるために何かをしなくても、移動はみんなするでしょ。うん、だから、1ヶ月でね、10万、20万稼げる話じゃないんですけども、これから、どのぐらい自分が移動するかってことをね、客観的に眺めながら、それが一体いくらを叩き出してくるのか。これをまずは知っていくことで、このアプリ、先があるのか先がないのか、判断していけばいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ本日は以上です。プラリー。ぜひね、動画概要欄で X81ZAS この紹介コードで登録して試してみてください。それでは。お疲れ様です。昨日ね、紹介させていただいた移動するだけでポイントが貯まって、そのポイントがお金に変わるというやつなんですけども、1日ぐるっと回ってね、ちょっとこう、得た感想をお話ししようと思います。これがね、昨日始めてスタートしてアカウント作って夕方の状況です。あと 2.2 キロの移動でポイントが入るよっていうことと、あと931歩歩いたらポイントが貯まるよっていうふうな2つのポイントが貯まる、これゲージが上がってますよね。でね、もう1個の
翌日のものを見てもらいたいと思いますけども、はい、実はねこれが今朝のなんですけども、あのスコアが0でしょ、つまりリセットされるんですよね毎日。だからもうその日のうちにポイントが取れるところまで移動するなり歩かないと、せっかくあと900歩とかね、あと2キロっていうところまで行っても、あの達成しないと持ち越せないんですよ。あの翌朝にクリアされてるんですよ。今7時43分なんで、おそらく朝7時ぐらいにリセットされると思うんで、昨日移動したりね歩いてみたんですけども、あのポイントを取るまでのギリギリそこまで行ってなかったんですよ。でどうなるのかなと思っていたらリセットされてまた1からってことなんで、ここはねあと一歩でポイント達成だっていう時には、まあちょっと無理してもやった方がいいかなっていうところですね。それが私からのアドバイスでございます。引き続きこの移動するだけでポイントが貯まって、そのポイントがお金に変わるこのサービスね、やってみようかと思います。それでは。